皆さんこんばんは。和道です。今日は2019年の2月の2日、22時19分です。よろしく。海保、お前俺のことぐじぐじ言ってんだったらお前俺の放送見んなよ。この前も言ったけど、なんなのお前。自分の言うことでやることは統一しないとダメだよ。言ってることとやってることがちぐはぐすぎるだろお前。花火ありがとう。うわありがとう。徳明さんありがとうございます。徳明さん花火ありがとう。いきなりもらっちゃったよ。ありがとうね。ありがとうございます。ありがたく頂戴します。ありがとう。すげえな、今日たくさんもらってるな。嬉しいな。あーいつもね、ありがとうね。いやー嬉しいよ、助かります。本当に先月もマジできつかったかんな。助かります。もうぐったぐただよ本当に。売り上げちょっとありがとう。嬉しいな。はい、猫の目お茶ありがとう。はい、ボンいらっしゃい。お疲れ。出先、はいはい、ありがとう。のんちゃんいらっしゃい。ああ。うん。
はい、牛若さんいらっしゃい。はい、こんばんは。ボタンさんいらっしゃい。頭いて。はい、ハピネスいらっしゃい。こんばんは。昨晩寝落ちしてしまいました。チャーシューめちゃめちゃうまかったよ。ツイッターに画像あげたけどね。美味しかった。うまかったうまかったよ。めちゃくちゃうまかった昨日のチャーシューは。ケイさんこんばんは。やっぱ手作りうまいね。手作りうまい。はい、こんばんは。暑いな。なんか部屋の中換気してもいい？うん、外は寒すぎんだよな今度な。ツイッター見てみて。コンティニューコインありがとうね。あー、余ってる人コンティニューコインね、50ストック目安でお願いします。コンティニューコインをよろしく。コンディコイン今44個じゃん。だいたい50個ぐらいストックしておけば、まあ、一日延長代分回せるから、コンティニューコインの数が50貯めといてってお願いしたいのみんなに。で、あとは無料分はお茶爆でいいよって言ってて、そんな感じ。サボちゃんなんか時間帯合わないね。なんかね、しっぽりね、コミュニケーション取りたいけどね、ごめんね、なんか時間帯合わないよね最近ね。相変わらずこの時間だから酔っ払ってんだろうけど。はい、こんばんは、あこちゃん。最近ね、古いリスナーさんが結構戻ってきた感はあるよね。一周回ってなんか見るもんなくて帰ってきてくれてる感じなんだろうな。酔っ払ってるってなんで知ってる？だって酔っ払ってるじゃん、いつも。いつも酔っ払ってんだもん。サボちゃん酔っ払うとね、アイテム投げるからね。俺サボちゃんのツイッターのあれ笑ったんだよな。課金癖が治りますようにって短冊かなんかに書いてたの、あれクソ笑ったんだよね。もう治んねえだろあれ。うん、いや面白いよね。うん、見てきた？いや、うまかった。めちゃくちゃうまかったよ。最高のチャーシューだったね。治んないか、課金癖。まあ、俺らからしたらね、ありがたいことだから、直してもらっちゃ困るんだけどね。もう、やばいかんね、本当に。ふわっち、もう、やばいよ。ほんと、全員食えなくなってるもん。ごく一部の人が食えてるだけで。まあ、バブルだったんだろうな。バブルだったんだろうね。もう2年間でバブル崩壊してさ、俺らもそろそろ働かねえといけねえんじゃねえかって本気でいろんな配信者と話してるよね。うん、
まあ俺なんか特にさ、微妙なラインだから、ツイキャスの方が見やすい。最近ツイキャスもよくやってるね。今年の目標がレベル50にすることだから。やっぱりその、しのごの言ってらんねえなと思って。ちょっと気合い入れてるかな。生き残らないとね。配信でうまくいかないと何も残らないっていうのはよくわかってるから。配信しかないからね。これしかない。ふわっちは課金してない。サボちゃんバブルは終わった。あ、いいじゃん、いいじゃん。まあまあ、普通に適度に投げるのが一番いいと思うよ。身の丈に合ってるっつうかさ。爆投げして、例えばさ、まあよく話してるんだけど、100万円投げてもらって100万円分の何かを返せるかっつったら、返せないかんね。まあ、ありがたく頂戴はするけど、ありがたくいただくけど、その、返せって言われるのが一番ね、俺らは。何もね、手頃やばいよ。もうマジでトレーニングしまくってるから、もう不安一切ないね。走って走って走りまくってるから、期待していいよ。乗っかっていいよ。あ、そうだね、コインが50枚超えたらお茶の方が嬉しいっすね、僕は。コイン50減ってきたらそろそろ埋めるみたいな感じでお願いしたいっすね。はい、お茶の方が、マジックポイント上げて、おすすめ欄に乗りたいんで、マジックポイント勝ち上げてもらって、宣伝してもらえると嬉しいっすね。お願いします。まあまあまあね、配信者をね、応援するっつうのは難しいよね。お茶爆ありがとう。サンキュー。なんかでもね、俺は最近の風潮でね、なんか配信者にね、こう、なんか正義感求めたりとか、清廉潔白なのを求めるリスナーはどうかと思うけどね。俺らなんかさ、社会からのはみ出し者なわけだからさ、要はパンクスでしょ、俺ら。パンクスなわけだから、そんなもん求められても困るんだけど、みたいな。そんなの見たきゃ NHK 見ろよ、バカ野郎って本当に思うもんね。何のために何を配信者に求めてんだよっていう。ララン、いらっしゃい。俺らなんかはみ出し者のクズなんだから。人としてのマナーは守るけど、社会性とか求められても俺は困るよ。友チョコありがとう。ありがとう。あー、おお、来たよ。来たよ、来た。あー。3連続ならず。お茶爆ありがとう。ありがとうね、みんな。おお、お茶爆2発目ありがとう。友チョコありがとうね。できればね、延長のタイミングでね、アイテム投げてもらえると嬉しいかな。お礼全員に言いたいから。そう。ありがとうでさ、トーク濁しちゃうともったいないから、もっと関わろうよ。普通にトークを楽しもうよ。ね、30分に1回こじらせて。俺がタイミング言うから。無課金もそこで一斉に投げたら面白いの。アイテム投げる時間決めよう。今度エフェクト作るから。3分間、アイテムタイムの3分間の時間のエフェクト作るからさ。覚えといて。27分からアイテムタイムだから。ツイキャスの方が楽しそう。そう。俺は放送どこでも楽しいよ。リスナーさんと話すの好きだから、どこでも楽しいよ。人だよ。場所は関係ない。人だよ、人。いいメンバーと話してると楽しい。
なんかね、金梅さんから毎日電話かかってくるよね、よっさんとか。多分リスマンで200万取りたいんだろうね。こんばんは、虎丸さん。こんばんは。なんかね、多分取りたいんだろうね、リスマンで。お茶爆ありがとう。あ、別赤なんだ。うん。あ、そうなんだ。俺結構、あれだよ、温厚な性格だから、まったり気質だよ。あのね、荒れてる場面ばっかりがね、有名になってるからね、怒りっぽい性格なんて勘違いされてるけど、俺めちゃめちゃ温厚な性格だから。そう、まったり、のんびり、ゆっくり生きてるのが大好きよ。怒るのやだ。毎日来るよ。昨日も金梅さんから電話かかります。3回ぐらいかかってきたね。いや、リスワン取りたいんでしょう。現金な人だから。よっさんも昨日電話かかってきたし。まあ、よっさんか、金梅さんかじゃん。200万取るの。今回、ふわっちが1ヶ月で一番閲覧多かった人が200万配るって言ってて。まあ、面白い仕組みだよね。閲覧数で稼ぎになるんだったら、リスナーさんの負担減るしね。今日、のんちゃんいるよ。のんちゃんいるいる。コトンちゃん、ありがとう。のんちゃんラブラブだから俺仲良し。なんで俺らこんなに仲いいんだろう、のりこと俺は。フィーリングが合うんだろうね、多分ね。のんちゃん優しいから、優しい人が好き。そう、ご飯も一緒に、チャーシューも仲良く一緒に食べた。ラブラブだから。ラブラブ。仲良し、仲いいのが一番いいね。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。彼氏見つけりゃいいんだ。世の中の半分は男だから。どっかにいるっしょ、一人ぐらい。自分のこと好きになってくれる人が、もしくは自分が好きになれる人がどっかにいると思うよ。まあ、片思いでもいいと思うもんね、別に。好きな人がいるんだったら片思いでも幸せだと思うよ。人を愛する形はたくさんあるから。のんたんの元彼ってどんな人だったの？すっごい興味ある。俺は興味ないよ、やめてよ、そういうの。なんで俺とのんたんの仲を壊そうとしてんの、サボちゃん。やめてよ。俺全然興味ないよ、のりこの過去とか。俺は今しか見てないから、そんないらない情報をやめてよ。いらないよ、そんなの。聞きたくない。聞かないしね。なんか過去は変えらんないじゃん。今が良ければ良くない？やだやだ、そんなん聞きたくない。あ、こんばんは、メタロさん。
海保親衛隊、海保放送を始めたから文句があるなら呪縛でこそこそ言ってない、直接言いに来ないよ。俺海保の文句なんか言ってねえよ、バーカ。やきもちなのかな。なんか知らなくていいことってあるじゃん。知らなくていいことは知らなくていいっていう、昔は何でも知りたいって思ったけど、知らなくていいこともあるんだっていうふうに俺は今思ってるけどね、うん、知らなくていいことは知らなくていいと思うよ。てかさ、解放のリスナーマナー守れよ本当に、ゴミが、うん、タバコ誘導とかお前本当あれだからね、マナー違反だから、うん、解放のどかすなんかもう俺とは関係ねえんだから向こうでやれよ。別に俺の話題出す分には構わねえから、俺解放になんか興味ねえから。いやいやもう関係ない、解放の枠なんか見ないもん俺。あんな礼儀知らずなやつ知らねえよ、勝手にやってくれよ、もう俺は関係ねえんだから。知らない、なんか解放のリスナーがなんか鳩飛ばしてきたからうぜえと思って、もう関わりたくないんだよね俺解放と。うぜえ、風船ありがとう。あ、恋愛はいいよね、ヒリヒリする恋愛いいよね。もう大人になっちゃったけどね、恋愛してますか皆さん。俺ね基本的にね配信者の話あんまり好きじゃないんだよね。関わりある人とかだったら全然いいんだけど、なんかつながってる仲間とかの話だったら、配信者だったらしょうがないと思うけど、なんか別にどこの誰かが好き勝手やってるの俺には関係ないから、俺配信者じゃなくてアーティストだからさ、そう配信っていうツールを使ってるだけだから、なんかそういうくだらないさ配信者のどうのこうのとかさ、そういうの他でやって、悪いけど超深い。いやメトロさんにあれだよ、あの文句言ってるわけじゃなく、この解放親衛隊ってやつだよ、うぜえ。人の名前でね、あの人のふんどして相撲取んじゃねえよな、何年やってると思ってんだよ、どかそ野郎が。解放がうちでコメント書いたんだよ、もう来んなっつったんだよ、おめえが教育してこい、文句があんだったら。バカ野郎、あいつが俺の放送でコメント書いたから、お前もう来んなよって言ったよなっつったんだよ、バカが。話わかんねえのによ突っ込んでくんじゃねえよ、一丁髪か。教育しろてめえで、文句があんだったら。俺はもう来んなって本人に言ったんだよバカが。呪縛でコソコソやってねえわ、どかせやろう。不快なんだよ、文句があんならてめえで凸かけてこい、お前が出てこい、俺は関係ねえんだから。ねえ、楽しくやらせろよ、マナー守れマナーを。関係ねえやつが首突っ込んでくんじゃねえよ。青髪まだ、うわ金髪気に入ってっからしばらくこのまんまかもしんねえな。青髪まだ買ってないね、真っ青にしようと思ってるけど、なんか自由に自由に、うん、自由にやろう。
誰々が何々言ってるっていう風に鳩が飛んでいいレベルって俺閲覧3桁からだと思うんだけど、みんな閲覧20人のやつに誰々がどこどこで何々言ってるとか言われても、俺超有名人だから毎日誰かが俺のこと話してるからいちいち報告しなくていいから、俺が知らないところでどかそ生主たちが俺の話題ずっとしてるから、いらないそんなの。毎日毎日世の中の誰かが話してますから。知らねえよバカ野郎。じゃあ文句があんだったら海保に直接電話かけさせてこいよ、 LINE 知ってんだから直接言ってやるから俺、いい機会だからかけさせろよ、さかけてこいよ、めんどくせえ、直接説教してやるから。残り3分です。皆さんお茶爆アイテムよろしくお願いします。お茶爆50、お茶爆100、お茶爆10、コンティニューコイン、花火よろしくお願いします。3分間でねアイテム投げられるから。いや俺が直接言ってやるよ。もしもし。もしもし、もうお前さ、俺の放送見ないでくんね、うぜえから。ああ、放送見るのもダメですか？ダメですかって、この前見るなっつったよね。文句あんだろお前俺に。や、そうじゃなくてコンティニューコインを投げたいだけです。何投げたいだけって、お前俺に文句あんだろ。文句なんて一つもないですぐじゅ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 言ってんじゃんお前、コメントだとかなん言っだてとない言ってない言ってるから。っていうかお前のリスナーのところがうぜえんだよ。教育しろよ。迷惑かけんなよ、人の枠に。ああ、教育ですなか？んだよ、この海保私親衛のリ隊ってスやナーつ行くよ。んですか？海保親衛隊ってなんだよ、こいつ。いや、知らない。知らないじゃねえよ、もうほんと。うぜえから関わんなよ。いもうや、俺とお前私関の係枠ねえんにだ来てから。ないですよ。何？私の枠には知海ら保ねえ、親お衛めえ隊が来るからだろ、俺の枠に。もう俺、お前のさ、お前と関わりたくねえっつったよな。はい。もう関わんないでくれる？悪いけど。もう金輪際あ俺の名前も出さないって話じゃなかったの？あ、ただリスナーさんからワゾさんとのんちゃんの振られることがあるんですよ、話で。だからスルーなよ、スルーしろよ、そんなもん。あ、スルーね。スルーねえじゃねえよ、お前関係ねえんだからもう。っていうか、いいよ、別に。俺の枠、お前の枠で俺の話する分には構わねえわ。もう俺の枠あ、ではコメント書くなよ。お前嫌われてんだから、俺のリスナーい。書いに。てないですよ。いや、コンティニューコイン投げてんじゃねえかよ。いや、それは気持ちで。いや、気持ちなんかいらねえよ。だったら花火投げろよ。いや、花火は投いげらてねえもかしら、れないで不す。快なんだよ、お前のコメント。はい。うん、いわかっや、だた？からコメントしてないじゃないだですから、しか。てるっつうの、コンティニューコイン投げてんだろ？はい。いだから、不快だっつってんの。目や、障りコだっンテつっィニてんューの。コインも投げない方がいいですか？もう、っていうか、見に来ないで。あわかった？あ。はい、わかりうん、まはした。ーい。じゃあね。はい。うっぜえな、マジで。はい、花火ありがとう。サボちゃん、お茶爆50ありがとう。サンキュー。お茶爆ありがとう。サンキュー。嫌いなんだよ、俺、もう。なんかもう、やだやだやだ。別の話しよう。映画の話とかしよう。ありがとうね、花火さん。
手頃早く楽しみな、早く殴り合いたいな。もうバッチリだよ、こっちはたぎってるよ、ボッコボコにしてやっから。なんか勘違いは良くないよね。勘違いは、俺はそのまあこれは俺はさ、あの X ジャパンのヒデの言葉なんだけど、ステージの上では何やってもいいよって。アーティストはステージの上では何をやってもいいけど、ステージから降りたらただの人だよって。楽屋で偉そうにしてるやつは間違ってるってヒデの言葉なんだけど、俺はこれ本当に正しいと思ってて、配信つけてるんだったら何やってもいいと思うけど、あの法律違反しなくて人を傷つけなければね。だけれどね、俺はねステージ降りてね調子乗ってるやつとか、配信外で調子乗ってるやつとか嫌いなんだよね、配信者はさらけ出してなんぼだから。なんかリスナーさんに隠し事があって裏でコツ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 やってるようなやつは俺大嫌いだから信用できない。そんなの配信者じゃないと思ってるし俺は。プロ意識ねえやつと関わりたくねえ。うん、いやそうでしょう。ステージの上では何やったっていいでしょう、何言ったっていいでしょう、表現者なんだから。それが表現ってもんだろう。自分のステージなんだから、自分の配信だったら何やってもいいよ。たださ、その神様でいられるのはステージに乗ってる数時間だけでしょ。俺は嫌なんだよ。もう降りたら、ステージ降りたらただの人だろうって。でただの人の時に勘違いしてるやつは俺大っ嫌いだから。ましてや人様のステージ荒らすってどういうことだよな。っていうか、辰彦に電話しようかな。うん、誰が闇深いんだお前。辰彦に電話しよう。ちょつい子出ないか。あれ、あれ、いや辰彦まだ揉めてんだよね。まだ相当減らってるみたいで、ちょっと電話出たらタイミングで話してみようかな。いいね、ありがとう、アイテムありがとう、ボン、いつもありがとう。いや辰彦超絶減らってるから、いやガンバだよ本当に。苦しい時ほどガンバだよ、間違いない。おお、チョコありがとう。ツイキャスの方映像問題ない？電波悪い？あれおかしいな。ブツブツ？出ねえか。おかしい。なんかパソコンの調子が悪いんだよね最近ね。電波復旧したら教えて。これ電波の問題なのかな。キャスだけ音ピタピタポタポタ、何なんだろう、何の設定が悪いんだろう。
固まってる。なんか最近調子悪いんだよね。まあ人生いろいろあるよ。人生いろいろあるよ。いろいろありますよ。今良くなった。あいあい。でもね、苦しい時ほど頑張らないとね。苦しい時ほど踏ん張らないと俺はダメだと思うよ。苦しい時は仲間頼っていいんだよ。助けてって言わないと誰も助けてくんないからね。でしょ？ふわっちで音だけ聞いてる。いや、今ツイキャス直ったと思うよ。ダメ、音直んない。ふわっちで音だけ聞いてる。直ったよ、もう。助けては大事だよ。助けてって言えない病気だから。達彦、金バイト便所さんの電話には出たけど俺の電話には出ない。今んとこ OK、 ありがとう。悲しいね。舐められてんの。まあいいんじゃない、うん、お疲れ。舐めてんな、達彦っつって。いいじゃん、舐められてんでしょ。達彦が舐めてんじゃなくて、俺が舐められてんだよ。閲覧もドキュンが勝つ時代が来たか。昔からでしょ。昔からドキュンばっかりじゃん。まともなコンテンツとか、まともな人間のコンテンツなんか前から評価されてないでしょ。昔から配信はドキュンの時代だよ。ドキュンのツールだから。今更何言ってんすか。当の昔からそうだけど。なんで、なんか人気イコール閲覧じゃないっすよ。話題性イコール閲覧ではあると思うけど、人気イコール閲覧ではないから、この世界は。なんかそれ勘違いしちゃうけどね、結構リスナーさんはね。あの、閲覧があるイコール人気があると思い込んじゃう。気持ちわかんなくないけど。話題性は確かにあるけど、いい番組かどうかは別だよ。勝つ負けるっつうか、俺配信で勝負してねえかんな、そもそも。なんかこんな小さい世界でどんぐりの背比べして人生終わりたくねえわ。
配信は好きだけど、好きだけど配信者の性比べほどダサいものないと思ってるよ。いや本当にそれダサいと思う。なんか俺ほらクリエイターさんとかさ、社長さんとかと関わってるじゃん昔から。すっげーレベル低いと思うの。なんかもう配信者で俺は閲覧が多いとか、俺はすごいとか、なんか俺はトークがうまいとか、俺はイケメンだとか。いやいや、だったら配信やってないでしょって。トークうまかったらテレビ出てるかラジオやってるかしてるし、もっとね公式の番組とか出てるはずだし、イケメンだったらジャニーズとか入ってたり、ジュノンボーイとか撮ってるはずだし、こんなさクズのさどんぐりの背比べのコンテンツなのに、こんなところでねなんかね誰々さんすげえとか言ってるリスナーも頭空いてると思うし、やだね。俺ここはただの表現のツールでしかないと思ってるから、そのただその自分らしくある場所だと思ってて、リスナーさんとコミュニケーション取る場所だと思ってて、なんかねその閲覧至上主義とかすげえ嫌なんだよね。すげえダサい。なんか牛島いい肉さんとかまさにそうだと思ってて、牛島いい肉さんツイキャスで200人ぐらいしか集まんないの。でも牛島いい肉さんって多分どの配信者よりも社会的認知度高いはずだし、それこそ新生かまってちゃんのノコとかもそうだし、なんだろう、ちゃんと彼らはクリエイティブな活動やってるじゃん。であくまで息抜きで配信使ってるだけじゃん。あれが正しい使い方だと思うけどね。だからインターネットの狭い世界でね閲覧が増えてるから何なのっていう、俺はそう思うよ。なんか世の中には配信やらなくても素晴らしい人とか力ある人なんか腐るほどいるし、リスナーさんでもすごい人いっぱいいるもんね。クリエイターさんみんながえっていうような、えマジでっていう、あの人そんなすごい人なのっていう人ばっかりだよ。だけど別に、いや別に俺配信見てるだけで楽しいからって普通に言ってるよ。趣味だよって。趣味の世界になんかそのマウンティング持ってこられてもね、はぁってなるでしょ。井の中の蛙とは、うん、リアルの人、まあ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 別になんかね、もうね配信見ることが別に特別な行為ではなくなってると思うけど、 YouTube 見たり配信見たりするのは普通の人でも見るから、だんだんその垣根はなくなってるとは思うんだけど、でも小さい世界だよ。例えばさ、テレビのさ、視聴率とかってさ、1% って30万人ぐらい見てんのよ。視聴率 1% とか言ったらさ、テレビ干されるレベルじゃん。え、1% 打ち切りじゃんとか、3% でも打ち切りギリギリじゃん。3% で100万人ぐらい見るわけでしょ。100万人の閲覧とかないわけじゃん、配信会に。市場。多分数十万人でしょ。そんなもんだよ。まあ、テレビの数字が正しい数字なのかっていうところはあるかもしれないけど、やることやれよっていう話はそれからだよな。ラファエル走ってるけど金梅さんを知らない人がほとんどだった。ラファエルって誰？金梅さんを知らない人がほとんど。視聴率 40% はだから30万人 ×4 だから、3412だから1000、3412だから1200万人か。すごいよね。少なく見積もって1200万人とかじゃん。だからえぐいよね。日本人口の何パーセントが知ってるかとかそういうレベルだよね。これは視聴率1%30万人って聞いたけど、人カウントで。テレビに出ると影響力した。俺が体感したのが池袋ウエストゲートパークに0.1 秒ぐらい映ったことがあるの。エキストラでたった 0.1 秒だよ。あのね、当時インターネットなかったんだけど、メールで同級生から3人ぐらい連絡来たもん。ウエストゲートパーク見てたんだけど、しまっちゃん映ったって言われた。だからその時にテレビってすごいと思ったね。
たったあの一瞬で分かる人分かるんだみたいな。だそれくらいの影響力持ってるんでしょ。だがっつりテレビ映るって視聴率ある番組でえぐいんだと思うよ。だタレントさんとか人気俳優さんとかの世界と配信者の人気配信者の世界全然差があると思ってる。まあ配信の世界でかくしたいとは思ってるけどね、もっともっと有名にしたいとは思うけど、このどんぐりの背比べはもうやめようぜっていう、ダセーから。へえ、今ないんだ。確かにね、あの噴水公園ないよね今。お茶爆ありがとう。 IWGP すげえかっこよかった。永瀬くん意外と背低かったけど細い、びっくりするぐらい細かった。まこっちゃんキングかっこよかったな。あ、久保塚あれのせいでおかしくなったかな。俺はね、上野池袋中野新宿とか有名な都市あるじゃん、あの東京でも、あの辺は歩いてたら絶対に1回か2回は声かけられる。あと声はかけられないけど、ああリスナーだなっていうのは目線でわかるの。そのパッて目合ってすれ違った時にパッて振り向いて、あ、あれはどうだよみたいなことリアクションでわかるから。だからまあ池袋新宿渋谷上野中野とかその辺の人が多い街に出たら必ず認知はされるかな、うん、そういう感じじゃん。だから1万人に1人ぐらい俺のこと知ってる計算じゃない、うん、1万人に1人ぐらいだろうね俺のこと知ってんのは。だってリスワンとかの閲覧数が1万、要は同じ IP じゃないカウントで1万人ぐらい見んの1日分回したら。ってことは日本人口1億人だとして、あの子供とか抜いてね、お年寄りとか、1億人を1万で割ったら1万かける1万って1億だよね。だから1万人に1人に認知されてるぐらいだと思うよ俺の認知度は。っていうかもう近所だけでだって10人ぐらいいるもん。この新宿の歩いて5分圏内にリスナー5人どころじゃない10人はいる。いや私近いのとか、私何丁目みたいな。まあちょっと普通ではないかもね、特殊かもしんないけど、そういうなんか配信者特有のみたいな。一番面白かったのは、俺とのんちゃんでびっくりしたのは、のんちゃんと俺が歩いてる時にすっげえなんかドレッドヘアでシュッとしてて、ヒゲもなんか長くてボブマーリーみたいな格好してる、なんかレゲエアーティストみたいな人が立ってて、もうなんかパンチ効いてんなと思ったら、つかつかつかってこっち歩いてくるの。そしたら和道くんって言う。お、和道ですって言って、俺リスナーすげえ応援してるから頑張ってみたいな感じで、あ、ありがとうございますってで、のんちゃんポカーンつってあれワドリスつってねえのんちゃん、うん、そうそうそう、すげえ面白かった。なんか特殊だなと思って、うん、たまに綺麗な女の人とかに声かけられると嬉しいよね、うん、すっごいなんか綺麗なお姉さん OL っぽい感じのいるよ。あなた俺の放送見てんのみたいな、こんな綺麗な人がこんな下品な放送を見てるんだと思って、うん、それが面白いね、うん、カーリーロングヘアなんだ。でも全然声かけてくれていいよ、うん、全然。いつも言うのが肖像権とかないから写真撮ってツイッター上げていいよって。
まあね、だから下手な芸能人っていうか、売れない芸能人よりは、なんか知名度あるんじゃないの？微妙なところだよね、微妙なところ。それこそ10万人ぐらいにフォローされるようになったらやっと一発かなと思ってるけどね。ツイッターのフォロワーが10万人いくぐらいが、まあまあ、いいんじゃないかなと思ってるね。それくらい目指して頑張ろう。将来的には。40代とかね。ただ金杯さんが一番やっぱファンのリアクションでかいかな。金杯さんは黄色い声援飛ぶかな、街中歩いてるキャーって言われるからね、女の子に。 あれはすげえなと思う。さすがにもう金杯さんは、金杯さんとかよっさんとかあの辺クラスになると、ちょっと芸能人片足突っ込んでるぐらいの知名度だろうね。ファンのリアクションが違うの、もう普通じゃない。あの芸能人に会った時のリアクションかますから、リスナーが「わっわっわっ」って言うからね、本当に。 で、女の子が財布ゴソ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 やって2万円ぐらい金杯さんに渡して、金杯さんが「ええー」って言うから 街歩いてるだけで2万円もらえるんだよ、金杯さん。桃七とかもそうだったな。桃七のもよく現金バシバシもらってたね。もうあそこまで行くともうぶっ飛んでるんでしょ。もう街歩いてるだけで金が生まれるレベルでしょ。さすがに街歩いて知らない人に現金もらったことないもんね、俺。ツイキャスね、去年のね、末ぐらいからやってる。もしよかったら3点セットして。お金、現金、ステッカー買ってくれることはあるけどね、現金直渡しみたいなのはないかな。ステッカーちょうだいって言ってくれるかな。あざーすって言って。ステッカー買ってもらうね。あ、別にね、リスナーさんはシールが欲しいわけじゃないからね。もう現金渡す口実だからね、あんなの。まだまだ乞食だよ、俺らは。まだまだ乞食。早くね、企業案件とかバシバシ来るようになって、リスナーさん安心させないとダメだよね。あ、企業案件来てるんだ。そうだ。楽しみにしててください、今年。企業案件あるんで。去年あたりからちょいちょい来るようになったかな、企業案件。話がね、うまくまとまったら
叱るべき時に叱るべきタイミングでちょっと企業案件言いますけど、楽しみにしておいてください。YouTube の活動はあんまり力入れないかな今年は。ツイキャストフワッチとあと映画、 YouTube はまだそんなに手が回らないって感じかな。本当は YouTube 力入れたいんだけどね。生放送の方を加速させる、もうテレビスタッフ級のテレビ機材みたいなので放送をやらないと自分の番組を、うん、もうちょい待ってて、結構面白い流れはやろうと思ってて、うん、びっくりすると思うよみんな。今回やるそのとある配信の番組を自分で持つんだけど、YouTube ライブで連動させるのね。公式の方は YouTube ライブでやるんだけど、ちょっと面白い仕掛けを導入してるからみんなびっくりすると思う。お、皆さんお茶爆よろしくお願いします。お茶爆50、お茶爆100お願いします。猫の目おはよう。みんなびっくりすると思うよ。ちょっとね、回線の問題とかいろいろあるから、その辺がうまくいくかなっていうのが不安だけど。いいね、ありがとう。ストロベリーチョコありがとう。揃わないね、なかなかね。あ、お茶ありがとう。バラバラだね、今回ボンね。ともチョコありがとう。お、みーすけおはよう。珍しくないこの時間帯。どうした、寝れなかったの。写真撮りに行こうか、外配信で。暇だから。予定ないもんな。明日も予定ないはずだから。今月は稼ぐぞ。1月分取り返すぞ。もう散々だったからな、ほんと。ロマンスの豚さん、たくさんありがとうね。今日何曜日？日曜日。土曜日の夜か。土曜の夜か。ともチョコありがとう。YouTuber は子供が多いね。うん。
子供が多いね。小学生とかやっぱそうだよね。この前小学生と戯れたら YouTube やってるのーって言ってた。生放送だよーって言って、 YouTube 誰が好きって言ってた。ヒカキンとか、なんかなんつったっけ、ヒカキンはじめ社長、なんだっけ、フィッシャーズとか言って、もうだからあれだよ、子供にとったらタレントなんだよ YouTuber は。間違いなくヒカキンがもうなんだろう、もう超人気なんだよ。芸能人よりヒカキンに会いたいんだよ。テレビ持ってなくてスマホ持ってるからヒカキンの動画見て前に過ごしてんだよ。だからさ、俺らで言ったらさ、昨日のガキツカ見たとかさ、昨日のバカ殿見た、 K1 見たっていうのと同じノリで昨日の YouTube 見たってなるんでしょ、子供たちからすると。だからまあ未来の、まあまあ未来のっつうか、もう現時点でタレントより力ある。だって俺ピルクル売ってるじゃんコンビニで、あそこにヒカキンの顔乗ってる時笑ったもんね、ピルクルが。えっと思ったよ、ピルクルヒカキンと思ったよ、飲みづらいわ。大ヒットでしょ。すごいよね。俺も早くね、ポカリスエットと CA、 ポカリスエットとタイアップしたいんだけど、ポカリの CM 出たい。ミスターチルドレンのバックミュージックに乗せて。セフィオお疲れ。いや、ふわっちも変わんねえよ。YouTube のリスナー一般層でしょ。俺はあれだと思うよ。生放送のリスナーの方が俺はバカなのよく知ってるから。YouTube の層がバカだとは思わないけどね。生放送のリスナーのバカさ加減は俺が一番知ってるよ。俺は成功はしてないよ。こんなのが成功じゃないよ。俺が中学2年生の時に目指した成功とは程遠いよ。こんなところで終わるわけにいかないんだ。ワードフライハイだから。いや、俺はこんなところで終わったらやだね。こんな小さい成功を成功って言われるんだったらクソくらいだよ、うん、こんな夢のないところじゃ終わらないよ。俺は本当のクリエイティブをしたいから。やだ、こんな小さい世界で終わりたくない。配信で食えてる、あーまあ幸せだよな。やりたいことで飯が食えてんのは幸せ。本当に運が良かった。本当に感謝してるよ。ただこんなに辛いと思ってなかった。あのね、はっきり言うよ、もうね、普通に働いてた方が楽。もうね、楽だよ、本当に楽。だって考えなくても給料くれんだもん、作業さえしてれば。真面目に毎日悩むんだよ、毎日苦しむんだよ。もうね、このクラス苦しみはね、やっぱ同業しか分かんないんだよ。配信者会うともう傷の舐め合いだからね、本当に。配信外はきついよ、うん、きつい。自分で選んだことだから文句言ったらダメだと思うけど、こんな大変だと思わなかったよね。もっと楽で楽しいイメージだったよ。楽しいは楽しいんだけど、このなんだろう、ダメな落ち目の時のプレッシャーとか半端じゃないよ、やっぱ。中途半端にっていうか、俺は配信向いてないと思ってるね。むしろよくここまでやったなって思うよ、このキャラクターで。だって普段のキャラクター知ってるわけじゃん、セフィーとか、ここにいる40人とか10人とかは俺の本当の性格知ってるわけじゃん。
だから橋本くんに酒ぶっかける事件、野田通りの豚盗む、うさぎ盗む事件とか、ロハコ事件とかさ、明らかにあの過剰に作り込んだキャラクターじゃん。もうコントのキャラクターやってるみたいな感じじゃん。辛かったもん、やっぱその自分がなりたい自分じゃないのにそういうところを求められてるんだっていう。そう、だからやっぱりその心は良くなかったよね。なんかそのこれって何やってんだろうみたいな。就職有利になるのはまだ先じゃないの。評価されないと思うよ。向いてないと思うよ。やっぱりね、俺関慎吾さん、金梅さん、よっさんとか、あの本当のプロ見てるじゃん、生で。もうレベルが違うんだよね。頭一つ二つ抜けてるっていうか、あのぶっちゃけた話、1000人ぐらい瞬間的に集めることはできるの。今すぐやれって言われてもできるんだけど、やりたくないんだよ。で多分ね、ヒカルくんが今それに気づいたと思うね。ヒカルくんが多分、ヒカルくん閲覧取るの簡単なの分かってんの。ただ振り回されるのに疲れるのよ。これはね、ある程度の配信者なら分かると思う。多分ね、ワンワンもいけるんだよ。あのね、やりたいことと求められてることがずれてんの。でもう数字を作ったことがあったら、あ、こうやったら取れるだろうなって、うん、分かるんだよ。でもそこじゃないんだよ、配信って。それはね、あの過疎生主とかリスナーさんには絶対伝わらない、この負け惜しみに聞こえるんだよね。いや、作れる作れるって言ってるけど、作れないんだろって思われてんだけど、そんなに難しくないよ、閲覧取るのは。だってそれこそ俺なんかふわっち来てからずっとリスワン10ヶ月連続取ってたんだよ。で俺がきっぱりじゃん、もうリスワンやめますって言った瞬間から一切取ってないじゃん。だからコントロールはできるんだよ。俺今だったらリスワン入れると思うよ、やろうと思う、やる気が出たら。ただもうやだ、楽しくないことはやらない、楽しいことだけやる。ワクワクしたいだけだもん。嫌いなことやってたら配信嫌いになっちゃうからね。楽しもうよ。それより俺カオスとかとトツでこの前話した時とかめちゃめちゃ楽しかったもんな。閲覧200人ぐらいだったけど、リスナーさんから問い合わせあったもんな。いや、カオスとまたコラボしてよって声、3人ぐらいから DM 来たよ。カオスさん面白いって、カオスさんと和道さんの話最高だったって、また喋ってほしいって問い合わせ来たもん。あー、うまいバラバンキだね、これは。いいいいいいね、運営さん本当にいいことやったなと思ったね、うん、素晴らしいよ。よくこの苦しい中この決断をしたねっていう。あー、スミルクさんいつもありがとう、感謝してます、ありがとう。いつもね、コメントは書かないけど。お、ていうか、よいこさん。ていうかさ、よいこさん、もう、あの、ちょっともう、ちょっと話したいことあるんだけど。よいこさん。どうどう調子、よいこさん。忙しいの？よいこさん。ちょっと一回話そう。一回。一回話そう。別に、あれだから。あの変な話じゃなくて、ちょっと仕事の件話そう、よいこさん。進捗状況、うん、OK。 っていうか今メッセージ送っていい？もうあのすれ違っちゃうから。いや、俺よいこさんのことないがしろにするつもりないから、ちょっと話したい、うん、てか飯行こうよ。いつ空いてます？連絡ください、空いてる日。
ちょっと飯食おう、とりあえず。ダメだよ、倦怠期みたいになっちゃってるから俺、いや今来てると思うの、今だと思うの、今だと思うの、今ちょっと来てるから、一回会おう。てか今暇？俺今から行くよ洋さん、今暇だったら会おうよ。忙しいかな。いやいや、俺ちょっと優子さんに話ある、すげえ大事な。いやもう俺は、いやもうこうしようよっていうのあるんだよね、前から思ってたけど。優子さんいつ空いてっかな、忙しいのかな。ツイキャスのね、よいこさんっていうリスナー、今から寝るんだ、ちょうど話したいと思ってた。え、それネガティブな感じじゃない、ポジティブ、それだけ教えて。俺はポジティブだから、すごい前向きな話があるの。大丈夫、ネガティブな話じゃない、ネガティブだったら嫌だよ俺。え、教えて、ネガティブポジティブ、大丈夫、俺はめちゃくちゃポジティブな話持ってくから。ネガティブだったらちょっと嫌だ。どっち？大丈夫。でもいいね、ちょうど話したいと思ってたっていいね、ちょうどね、お互いフィーリングが合ってる、危機感持ってる。来週？アクティブは意味が違う、ポジティブ、アクティブは行動的って意味だから俺が聞いてんのはポジティブかネガティブかだから、明るい話か暗い話かって聞いてんのに、いやワドちゃんってポジティブポジティブネガティブじゃなくてアクティブだよって言われても、いやアクティブは行動的って意味だから、ゆうこさん意味がわからない。あ、ポジティブね、よかった、うん、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあ来週は、ちょっと待って、来週俺が来週はスケジュールが埋まっちゃってんのよ、よいこさん。一回マジで飯誘って3時間ぐらい空けて、マジで、あの夜中でもいいから飛んでくから、空けて、絶対来週。ちょっと待って、スケジュール確認する。来週は俺ね、5日と9日だけダメ。5日と9日以外大丈夫。5と9がダメ。5と9以外空いてる。で、ちょっと俺仕掛けようと思ってるから、うん。ね、よろしくっす。いや、飯配信、まあ、そのこともついても話すけど、すげえ大事な話、俺とよいこさんの今後の人生の話だから、うん、すげえ大事な話だね。まあ今終わった、 OK、 大丈夫、心でつながってる、心の友だから。いいよ、かけておいで、もちろんもちろん、おいで、いつでもいいよ。そう、俺の心の友、何人かしかいない心の友だから、パートナーだね、パートナー。おしゃこい、アグリ。いや、大事な仲間よ、大事な仲間。来た。もしもし。もしもし、アグリ。
お久しぶりです。おー、久しぶりだね。なんか声回ってるけど、イヤホンか、なんか放送つけてない。回ってますね。放送の音つけてない。いや、つけてないんですけど。あ、直った直った。直った。あー、どうした？ブス。あ、なんか、明日、浅草の寺のところで、歩きた郷さんが豆をまくから知らせなきゃと思って。知ってる。え、あ、知ってる。知ってるよ。だって、北郷さんとだって俺、この前飲んでんだもん。あ、そうだ、それえ、アグリン家近いんだったら、おう、そうだね、北郷さん、そう、浅草で豆まくんだよ、出世してる、まくってるからね、今。確か4時半かそっくらいですよ、4時40分とか。え、それさ、あれだよ、はい、あの配信で回したらいいじゃん。私は明日仕事になっちゃって、今日ずる休みして。今何で働いてんの、アグリン？今はあのソープランドで働いてます。え？え？アグリ今ソープ場なの？あ、そうです。あ、でもなんか特殊浴場に行って、うん、なんかこう出会った人と恋仲になって、うん、なんかなんていうか働くっていうか、なんか、いやいやいや、いいんだけど、アグリンはそういうなんかランジェリーパブ、はい、もうそのなんつうの、おっぱい触らせるのもなんか、はい、なんか風俗では働かないイメージだったから。あ、だからそれがなんか彼氏と別れてから、うん、彼氏ってなんか誰だっけ、あの、まあなんていうか知らない世界の人、なんかふわっちの人じゃないか言わなくていいかなと思って。ああ、彼氏が別の人でできてたんだ。ほうほうほう。いや、あの彼氏ですよ。え、あのでっかい人、背がでっかい人。さだね、さだね、はいはいはい。うん、その人と別れてからなんか、うんうん、無性になんか心に傷を負って、なんかこういう世界にいたら治ってきて。え、何、ソープランドで働いたら、え、それ治ってきたの？治ってきます。なんかあれよりキモい人は来ないから、なんか治ってきて。おお、そうですね。え、じゃあ何、うん、アグリンのお店に行ったら俺アグリンと本番できるの？いや、ちょっとそんな特定しないでくださいよ。いや、特定全然興味ないけど。全然やりたくないんだけど。え、ちなみにあの1時間いくらとか料金形態教えてよ。はい、あの大体それはなんか言えないんですよ。あ、そうなの。女の子によってランクが違うんで。え、何、女の子によって値段違うの？あ、そういうの。あの ランクが違うんで、私は今2ランク上なんで。え、どういうこと？上から2番目ってこと？あ、下から2番目です。え、何段階評価あるの？そのお店の中で。まあ、待ってよ。私5段階あって。5段階。私は確か12月に入店したんですよ。はいはいはい。で、そこを指名をいっぱい取りまくって1段階アップしたんで。おお。はい、今じゃあ結構来てるんだ、自分の中では。そうです、固まってますね。あの、愛してるとか言ったりして。あ、もうバリバリ色恋かけるみたいな。バリバリで、はい。なんかさ、俺さ、ソープランドって行ったことないんだけど、聞いてもいい？いろんなこと。あの、あ、どうぞどうぞ。仲出しとかはするの？そんなことは絶対できないですね。それはなんちゃって高級店って言って、ほうほう、なんか結構高いお金を取るけど、主に吉原とかでやってる、なんかこう、はあ、うちは生でできるよみたいな、そういう。特別なんだ、それは。特別じゃないですね。まあ主流になってるっぽくて、絶対そんなとこでは働けないな、はいはい、みたいな。はあ、え、じゃあゴムをつけるってこと？もちろんですよ。ああ、そうなの。いや、俺行ったことないから、もちろんとか言われてもわかんないから。ほー。え、なに、そういうお店で働くの初めてなんでしょ？いや、私は20歳の時に関東で一番高いところで働いてました。どんどんボロが出てくるな。え、この前ですか？この前ソープとかで働いたことないって言ってたけど、いいね、なんか開き直って言ってましたちゃんと。開き直ってるな。昔働いてたって全然公開してますよ。おお、今いくつだっけ？今35ですけど。でもちょっと聞いてください、これまた。おお。あの20代専門店で働いてます。
腹痛い腹痛い腹痛い腹筋痛い腹筋痛い腹痛い腹痛い24歳として働いてます。お前のりこと一緒じゃねえかよ、やってること。え、何、本当は35歳。のんちゃんも働けますよきっと。のんちゃんいくつで働ける？30くらい。30歳くらいだぜ。29とか。のりこ、仕事あるぞ。アグリンが今ソープで働いてんだけど、あれうちの店は多分ダメだと思う。 のんちゃんだったら30歳で働けるってよ。設定よし、のりこソープに売り飛ばそう。あれうちの店はちょっと20代専門店なんで。なるほどなるほど、ちょっと別のね、ちょっと別の人妻の部類になっちゃうかも。え、24歳の設定で働いてんだ。私は24歳です。え、何、でもやっぱり病んだりしないの？なんかこう何とか、なんかよく病むって聞くじゃん。そういう仕事。病んでるのは全部配信で、今日こういう客が来たんだけどって全部ぶちまけてます。最低、本当に最低なショーなんだけど本当にすげえやだ。え、でもさ、バレたりしない？え、君生主じゃないのとか言われない？あ、もう化粧が全然違うんで大丈夫ですね。え、何、ぶっちゃけた話、リスナーさんにはそれ言ってるわけじゃん。言ってるけど探し出してないですね、全然。あ、来ないんだ一人も。教えてとは言ってくるんですけど、かたくなに拒否ってますね。なんで、お客さん来た方が良くない？いや、リスナーはリスナーなんで。何それ。それか一番上のランクになってから言おうかなって思って。あー、見栄があるんだ。そうですね。ナンバーワンクラス高くなってから。いやいや、逆でしょ。リスナーさんたくさん呼んで、ゴロリとかが店に来てゴロリとやってナンバーワン一緒に目指すみたいな方が面白いじゃん。ゴロリはちょっと。ゴロリやだ。なんか私のことブスとか言うし。北斗晶とか言うひどいこと言ってるから。ひどいから。あいつ本当最低だよな、ゴロリな。最低だと思う。あ、でもちょっといいな、なんかアグリンがソープで働いてるっていうのは。ちょっと働いてるんじゃないですよ、遊びに行ってるんですよ。何それ。え、でもぶっちゃけた話、愛し合いに行ってるんで。そう、なんか仕事って言われるとうんって。なるほどね。またこう法的な問題のに触れるんで。あ、まあ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 、その辺は任せるよ、こっちで勝手に解釈するから。え、何、はい、結構給料いいの？給料はまあ5万円くらいしかもらえないです。え、日当5万ももらえるの？でも5人とか4人とか相手してたりしますよ。あ、え、1日で5、少ない。え、待って、1日に5人ぐらいとセックスするわけでしょ？もう今日とかなんかお風呂入ったらなんか筒から水が勝手に出てきてゆるゆるになってた。え、何から水が出てくる？膣？あそこから水、はい、お風呂入りすぎて水がジャーって出てくるの？なんかジャーって出てきて椅子のところにかかっちゃってどうしようって思った。よくさ、あの肌がガサガサになるっていうじゃん、はい、お風呂入りすぎて。あれ本当なの？それは結構なってて、なんか皮膚炎みたいになって一瞬頑張りすぎて。そう、だから、そう、保湿が大変だって聞いたの。そのソープの人とか風俗の人って肌荒れが半端じゃないんだよね。痛いんだよね、もう皮膚が水に当たって。そこまでは、まあ新潟育ちなんで、あの持ち肌だねって言って肌綺麗だねって言われてますけど。おお、あ、でも、うん、まあでも、あ、まあ大変だよな、5人とセックスするって大変だよな。え、でもすぐ終わるから楽。え、なんか辛くはないんだ。じゃあ、あの、なんていうの、そのもう嫌だとかじゃなくて結構楽しんでる感じなの？もう嫌だっていう人は結構来るけど。あー、お客さんがね、もう歯がない人とか、だからもう虫歯だらけじゃないかとか。なんで笑ってんすか。もう入った瞬間脇がとか、なんかもう耐えられないとか。ああ、まあ、あるけど、まあ、イケメンも来るでしょ。でも、あ、イケメン結構来ますでしょ。そういう時はテンション上がるんでしょ、イケメンだみたいな。もう超テンション上がってるけど、なんかがっかりした顔とかされたり。あ、逆のパターンで、向こうがね、なんかごめんね私でみたいな気分になってる。北斗晶じゃんみたいな。あ、そういうのもあんのか。
なる北ほ斗ど。晶なんか言われたことないですよ。ああ、そうね。丸山桂ああ。里奈しか言われないですよ。え、何？なんて？ もう一回言丸って。山桂里奈。丸山桂里奈？はい。待ってね。丸山桂里奈。サッカーの選手です。おお。って言われんの？お客さんに。丸、超似てる うわー、すげえ似てる。びっくりするんだけど。え、ていうか、これ本人じゃない？大丈夫？大丈夫ですよ。これ本人でしょ？ この顔写真超似てんだけど ね、ちょっと見せてください。キャップ言ってください。ふわっち見てるんですけど。すげえ似てるんだけど、これまんまアグリンじゃん、これ。これね、アグリンじゃん。いや、そっくりとかじゃないよ。すげえ似てるよ。アグリンじゃん、これ、ほら。そんな髪型今してないです。いや、あ、超ちょっと似そてれはる。似てる似てかも。る、似てる。いや、これはしょうがない。これは似てるよ。似てるかもしれないけ似ど。てるけど、まあでもね、綺麗なサッカー選手じゃん。ちょっそとんな髪型してないし、隠せば大丈夫、その人。面白い。うわ、すげえ似てる、すげえ似てる。ほら、ほらほら。意外となんか全部似てるかもしれない。全部似てる。全部似全て部る。似てる、全部似てる。アグリンだよ、これ。かわいいって言ってくれてる、かわ嬉しい。いい、かわいいよ、大丈夫だよ。地雷じゃねえかって。でもちゃんと28って嘘ついてますよ、さらに。ああ、なるほどね。24っていうのは悪いからごめんねっ28て。だよって。ああ、嘘に嘘を重ねてる生き方をしてるんだ。いや、そこだけですよ。だって、土地しか嘘ついてない。本当は30いくつよ。35ですけど。7コンサバ読んでんじゃん。まあ、でも、気づかなかった。でもいくつまで働くの？そこで。あ、全然考えてないですね。毎回考えてないよね、アグリンね。ね、考えてたらね、人生損するばかりじゃないですか？そうだよね。はお父さんとお母さんは何て言ってるの？い。お父さんとお母さんは、今なんの、か、今のお仕配事。信で生きてると思ってます。それ言えないよね。お父さん、私、ソープ嬢なのって言えないもんね。でも3回くらいバレてて、過去。え、ちょっと待って、それ面白い、面白い。え、どんなリアクションなの？一番最初にバレた時教えて。なんか、お前ちょっと話があるって言われて、おお父さんは無言のままずっとお母さんが泣き続けてて、おおでもうやめてほしいって言われて、おお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 お
ち。うん。で、うん、それでなんか、でも、なんか稼げてるんだし、いいじゃんって言って。ね、ソープ？はい。なんでバレたの？え、なんかホームページにもろ顔出しで載せてたら、バレました。それお母さん、ガン泣きするよね。え、なんで東京のやつ見んのとか思って。あ、東京で働いてんのにバレたんだ。そうそうそう、びっくりしちゃった。え、でもさ、なんでバレるの？東京、だって地元東京じゃないじゃん。地元はあれ新潟だから。でも誰が検索すんの、東京のソープって。多分一番高いところで働いてたんで、それで分かっちゃったんじゃないですかね。お父さんが検索したってこと？東京の東京の一番的にお兄ちゃんだと思う。あ、兄貴にバレたんだ。そう、うわ、家族会議だ。でもその時はうちなんか掛け金の車で仕送りしてたから。あ、まあね、なんかそう、ヤグリン、いい子いい子、ありがとうございます。なかなか出ないよこれ、本当にグッと来た時だけだから。いい、そうなんですか。のんちゃん3回ぐらい言われてるから。うん、3回、のんちゃんが3回なのに私。そうだよ、もう1回言われちゃった。すごい、いい子だよ親孝行してるのね。そっかそっか。おー、アグリン面白い。君は面白いよ。いや、普通ですよ。うん、あれ最近周りにエネルギー泥棒がいっぱいいて、うんうんうん、なんか白髪がすごいんですよ。アグリンの白髪がすごいの？すごくて黒に染めたんですけど、またまたまたどん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 増えてきて、白髪が一晩で1本とか2本とか。
ストレス溜まってんじゃないの？これはどうしたらいいかなって思って、ちょっとパトラッシュさんに相談しようにも狐枠だったりして。ああ、まあでも30超えてくるとね、白髪増えるよね。いや、もう、前から中学校からなんで。ああ、昔からなんだ。若白は髪系だ。俺もそうだったよ。俺も若白髪多かったよ。い。すごいやばいから、もう金髪にするかずっと染め続けるかみたいな。まあ、それしかないよね。ああ。監督はどうしてますか？俺は別に男だからあんまり気にならないから、白髪もそのまんまだし、染めたい時は染めるし、みたいな。特にケアはしてない。ちなみに、あと、エネルギー泥棒に対しての対策はどうしてますか？エネルギー泥棒問題か。深いね。ああ、エネルギー泥棒いっぱいいるよね。難しい。それはまだ俺も対処できてないな。アンチコメントとかね、エネルギー奪ってくんだよね、俺らのね。いや、コメントっていうか、なんか、直接なんかこう、配信の周りの人とかなんですけど、例えば誰よ。いや、ちょっと名前出したら、なんかもう怖いから、また電話とかかかってきて、3いい時間とよ、かになったら嫌なんで、言おうよ、誰のこと言ってんの。いや、言えないです。何、それじゃもう話私は進まもうないい、もうノイローゼになってきてるんで、最近。さだのこと？違いますね。誰よ。誰か言いわや、ない言えなと。いです。さようなら、監いや、督。待って。嘘。何？アグリン知らない間にソープ状になってたんだけど。面白い、あの子。なんか、いいよね。俺、アグリン嫌いになれないんだよね。よくない？なんか。アンサー、風船ありがとう。アイテムありがとう。いやね、あの子は幸せになってもらいたい。年上だけど、アグリンは、なんか幸せになってもらいたい。いやー、頑張ってんな。でもね、日当5万か。どうなんだろうな。日当5万。大変だよな。つまんないところに来た。これ、カソナマウス特有のやつだよね。任せればいいのにっていうね。切るタイミングは、配信分かってる方に任せた方がいいのにっていうね。そもそも話せないんだったら振るなよって話だよね。 まあ、俺は別に夜働いてる人全然肯定派だから、風俗嬢のリスナーさんたくさんいらっしゃるし、風俗で働いてる人お付き合いしたこと2回あるし、俺全然肯定派なのね。ただ風俗は行かないっていうのは俺のポリシーなんだけど、風俗で働いてる人に偏見は全くない。いいね。なんか香ばしいな。アグリン幸せになってほしいな。日当5万か、すげえな。ざっくり計算して1万ちょい。そうだね。だから一発男とセックスすると1万円もらえる。それが高いのか安いのかっていう問題だよね。これはわからないもん。だってさ、まあ、さっきも歯がない人とか辛いとか言ってたり、イケメンだったとしてもがっかりされるリアクションで傷つくって言ってるわけじゃん。多分セックスをする行為自体じゃなくて、そういう心が傷ついていくわけじゃん。いつも幸せです。いや、アグリンね。なんかでもね、ちょっと俺変だなと思ったのが、アグリンが少し綺麗になってたの。ちょっと艶っぽくなってたから、女性ホルモンが出てたから、おかしいなって思ってたのね、俺最近。ここ2ヶ月ぐらい、おかしい、アグリンおかしいと思ってたから、謎が解けたよね。なるほどね。面白いな、アグリン。 まあ、アグリンじゃあ今稼いでるよね。 月100万ぐらい、月100万ぐらいざっくり稼いでんだ。ありがとう、あんちゃん。友チョコありがとう。なるほどね。幸せになってねって。 いや、俺ね、アグリンはちょっと定期的に報告が欲しいね。もう60歳になっても70歳になっても、最近どうしてる、アグリンっていう。
なんかね、いいよ。でもさ、まだ若いからこれが成り立ってるけど、本当に40代、50代のアグリンが心配になってきたんだけど。どうやって生きてくんだみたいな。俺だけど、椎名林檎系の顔に見えてきたんだよね、アグリンが最近。なんかメイクを変えたら美人なんじゃないかっていう。ゆうたんいらっしゃい。いや、俺ね、椎名林檎ちょっと入ってるなっていう、アグリンは。だからメイクを変えたらいいんだ。なんかちょっとケバイ系のメイクなの、アグリンって。で、もっとね、薄味で目元とかがこうカッと開く、アイメイクが下手なんだと思う。だからなんとか目をつぶったら椎名林檎に見えるっていうぐらいまで持ってってほしい。目つぶったら、あ、椎名林檎に見えるって、アグリン。あれ、アグリン綺麗だね。椎名林檎っぽいねって。目つぶった時だけね。目つぶると椎名林檎にそっくりな女であってほしいから。だからメイクだよ、アグリン。これからは。アイメイクを変えよう。なんかね、髪の色がね、なんか中国のなんか工場の排水みたいな色だし、なんか不潔なんだよね、俺の中でアグリンのイメージって。 何なんだろう。もっとね、しっとりさせればいい女になりそうなんだけどね。何かが残念なんだよな、アグリン。何なんだろう。丸山桂里奈でもそっくりだけど、この人別 アグリン似てるな。いや、そっくりだけど、もうアグリンにしか見えないんだよ。でも、こういう路線に持ってったら、ほら、綺麗じゃん。だから、なんて言うんだろう。これそっくり、アグリンに。だから、なんて言うのかな。綺麗にも見せられるわけよ。ほら、これかわいいじゃん。だから、なんて言えばいいのかな。見せ方なんだって。これめっちゃアグリンに似てる。これとこれそっくりなんだけど。 だけど、こう綺麗に見せようと思ったら見せれるから、こういう風にしたら。だから、丸山桂里奈ね。水虫系女子だからね。ありがとう、友チョコありがとう、あんちゃん。ありがとうね。いや、可愛い女の子にアイテムもらっちゃったよ。罪な男だね。若い、裏若き綺麗な女の子にアイテムもらっちゃったよ。もうこれが一番何とも言えないよね。こんなね、若くて綺麗な女性にさ、アイテムもらって生きてるのは罪深いよ。あ、金太郎もちょっと入ってるね。金太郎も入ってるね。俺だけど、椎名林檎はワンチャンあると思うよ、アグリン。アグリンを椎名林檎に変えるっていう特殊メイクで、俺いけると思うんだよ。なんでかっていうと、椎名林檎の PV 見てて、あれ？この PV の椎名林檎すげえブスって思ったの。なんか1個の PV で、あれ？この椎名林檎すげえブス、誰かに似てると思った。アグリンにそっくりだったの。だから、っていうことはだよ、椎名林檎がブサイクになったらアグリンになるってことは、アグリンが綺麗になったら椎名林檎になるんだよ。わかる？調子の悪い日の椎名林檎、最高に調子の悪い椎名林檎ってアグリンにそっくりの。どれだろう？その調子の悪い椎名林檎、ちょっと探してくるわ。調子いいんだよな、椎名林檎は全体的に。ありがとう、ストロベリーありがとう。ちょっと待って、ね、調子の悪い椎名林檎探すから。ないな。あ、似てないわ、ごめん。今ね、写真見たけど全然似てないわ。無理だわ、アグリン。アグリンごめん、無理だわ。椎名林檎入ってないわ。俺の勘違いだったわ。多分ね、疲れてたんだと思う。椎名林檎可愛いわ。ごめんね、アグリン。ごめん、無理。無理だわ。いや、椎名林檎に似てるのは、もうナンバーワンになれるよ。調子がすこぶる悪い椎名林檎イコールアグリン。だけど、なんか調子の悪い写真載ってなかった。ストロベリーありがと
あんちゃんありがとう。うん、どうなんだろうな。椎名林檎めちゃくちゃ可愛いな。あ、あった。調子の悪い椎名林檎あった。あ、でも似てないな。調子の悪い椎名林檎見つけた。調子悪いでしょこれ。ちょっと調子悪いよね。情熱大陸なのに。情熱大陸の時椎名林檎めちゃくちゃ調子悪い。ちょっと面白いね。これ調子悪かったね。金太郎ね。いやー、なんか椎名林檎エロいよな。難しいよね。漏れてないね、漏れてないね。まあ、椎名林檎ってもういくつなんだろう。これは金太郎とか言って。アグリンって不正受給する人嫌いなんじゃけど、俺不正受給なんかしてないもん。ありがとう友チョコ、ありがとう。あんちゃんすごいね今日、チョコすごいよあんちゃん、ありがとう。悪いな、なんかこんな美人にチョコたくさんもらって。友チョコなの？本命チョコじゃないの？友達なの？あんちゃん、もう本チョコ欲しいよ俺。本命チョコ欲しい。誰かいない？本命。なんかギリチョコ多いんだけど。ギリチョコ。本命チョコは何？なんていうアイテムなのこれ。友チョコ。誰か本命いませんか？和道さんに身も心も捧げるっていう本命いないの今。友栄ですか？友あるじゃん本命チョコ。高っ。本命いいや。高いわ。本命3000円もすんだ。高っ。ごめん、調子乗ったわ。やめとけ、やめとけ。あ、でも俺ね、アグリンの好きなところね、なんかね、さらけ出す、やっぱ配信者はさらけ出してなんぼだよね。あのね、これね、お笑いとは何なのかなんだけど、悲劇と喜劇の関係なの。悲劇と喜劇、要は笑いと悲しみっていうの、喜びと悲しみっていうのは、表裏一体だっていう考え方が昔からあるの。だから、お笑い芸人っていうのは、実は松本人志のお笑いとか見てみるとわかるけど、悲しい話なんだよ実は。すごく悲しい物語こそ笑える。逆に笑える話っていうのは実は悲しい話でもあるのね。で、アグリンはそのなんつうんだろう、そのさらけ出してくれるからすげえ好きだね。悲劇と喜劇、悲しい話を笑える人は幸せな人だから。トモチョコありがとう。セビゾン、お前花火投げろよお前、たまにはよ。お前散々お前付き合ってやったんだから、ちょっと今月助けてくれよセフィ一発ぐらいよ。頼むよセフィ、金持ってんだろ。それは話してるよミケちゃん。それはその放送内で話してる通りだよ。読んでごらんよ。ちゃんと中身を見たらわかるはずだよ。ありがとう。あんちゃんが止まらないね。ありがとう。チョコありがとう。和道さんに本命を求める人来ませんから安心して。いや、分かってねえな、サボちゃん。分かってねえな。俺のことを好きで好きでしょうがない女が世の中に何人いると思ってんだよ。意外とモテるんだよ。いいよ。花火くれ、雨ギフとかいらねえよ。助けてよ、ちょっと。ほんと先月厳しかったんだから。一発ぐらい頼むよ、一発ぐらい、セフィ。一ヶ月に一発さ、ドカンとちょっと、いい付き合いしようよ。俺も食ってくの必死だぜ、セフィ。結構モテるんだよ。マイナンバーのご時世で不正受給分とか何言ってんだろうか。てかね、不正受給をそもそも理解してないの。ルサンチュマン石田さんに、そう、ミケちゃん NG ワード、次その名前書いたらブロックね。裁判でもう決まってるから名前出せない。
ミケちゃん、次その名前書いたらブロックですよ。うん。っていうか、まずね、話のソースがそこかよっていうね。あんちゃん、すごいチョコくれる。結構モテますよ、僕。結構モテますよ。チョコありがとう、あんちゃん。おお、3個揃った、ありがとう、ボーナス、あんちゃん、ボーナス、チョコ3つ揃いました。ありがとうございます。いいね。揃った、揃った。今日初揃いじゃない。うん。ありがとう。うん、ありがとう、マキロンさん、花火ありがとう、ドンチキー。ありがとう、マキロンさん、ありがとう。助かります。ありがとう、マキロンさん。ありがとう。助かります、本当に。なんだろうな、難しいよな、恋愛はな。うん、恋愛は難しい。人が人を愛するっていうのは難しいよ。うん、ミケちゃんね、じゃあもう一回だけ言うから、もうこれで話を終わりにしましょうね。返還請求の正式な書面が来てないんですよ、うん、あれは返還請求の正式な書面ではないんです。書面を起こした場合、僕は然るべき処置を受けますよっていうのはあの動画の中で話してます。 OK ですか、うん、以上です、はい、それでわからないっていうんだったら、あのもう一生わからないです、うん、理解ができないんだろうね。うん、ありがとう、2発目ミルクチョコレートボーナス、ありがとう、ありがとう、あんちゃん、ありがとうございます、ありがとう、サンキュー、うん、あれは書面ではないです、正式な、はい、あれは覚書なの。っていうか、もし書面が来て不正受給やってたとしたら、俺今頃逮捕されてる。だし、差し押さえされてる。うん。うん。金髪いい？ありがとう。うん。ありがとう。っていうか、あんちゃん大丈夫？無理しないでよ。こんなにたくさん。ずーっと投げてるよ、あんちゃん。大丈夫？なんでこんなあんちゃん投げてくれんの？ありがとうね。黙々とチョコレートを投げ続けてくれてる、ありがとう、本請求が来てから払うか日本から逃げるしかできないので、そうなってないならそういうこと。そうでしょ、だってあれ何年前の話、4年前の話だから。だしそもそもあの法律の判断はこの人は正しいよっていうところから小川さんと出会ったんだもん。小川さんがコメント書いてくれたの、あの動画に対して。この子の言ってることは正しいよ、リスナーが間違ってるよってコメントを書いてくれたから出会ってるの。うん、あんちゃんまた来てね、ありがとうね、たくさんね、うん、ありがとう、また来てね。そうそうそう、もうめちゃくちゃだな、ここまで来ると。お金がないって逃げてる、バカだろ本当に。のんちゃん後ろに寝てるよ、いるよ。何言っても無駄でしょ、もう今度話めちゃくちゃなこと言い始めた。のりこの口座使ってるとか言ってる。のりこの口座なんか使ってないんだけど。いやいや、もう叩きたくて叩きたくて、嘘もつく、平気で嘘もつくし、情報湾曲するから。無駄よこんなの、何言っても話、会話ができない人だから。
俺を貶めるためだったら平気で嘘つくんだから、こういうのは。めちゃくちゃだよね、もう本当に。あー、久しぶりに来てくれたの、ストーリーさん。フォローしといてよ。ツイキャスもやってるよ。ツイキャスもワード監督でやってる。なんだよ、風船かよ。ありがとう。なんだよ、お前、花火投げろよ。たまには。俺が名指しで助けてくれよって言わねえぞ、セフィ。もうほんと苦しいんだから今。俺配信続けたいもん。頼むよ、食わせてくれよ。あ、そうだ、俺エルピが生活保護受けるとか受けないとか言ってたから突してみようかな、エルピに。ちょっとエルピに絡むわ。うん、エルピ、忙しいかな、エルピ。ダメだ、 LINE 既読つかねえや。塾長のお金で立ち上がれなかった。いやーすごいよね、300万もらって生活保護まで追い込まれるわけじゃん。びっくりするよね。何に使ったのっていう。300万なんか俺年間生きていけるよ、普通に生活してたら。300万って月収いくらよ。いや、1ヶ月20万以上使うわけでしょ。うん、すごいよね本当にね。お茶爆ありがとう、お茶爆ありがとう、サンキュー。マイク買ったんだ。ていうかね、あのね、これね、マイクの問題ってあのすげえ難しくて、そもそも周波数帯、コンデンサーマイクだろうがダイナミックマイクだろうが、まず生放送に乗っける周波数的に絶対に高音質出ない。だからはっきり言ってコンデンサーマイク使うのは無駄。もう結論出てんの。ダイナミックマイクで十分だって。ピンマイクでも音いいでしょ。これ2000円だよ。で、もうちょい出力上げるなら分かるか分かんないかぐらい。こうやって音取ったらすげえ綺麗だと思わない？コンデンサーマイクの配信者よりも音綺麗でしょ、みんな。そう思わない？なんかイケボ配信とかこれくらいの声質でやってるでしょ。だからダイナミックマイクで十分なの。スタンドを立ててこうやって声綺麗でしょ。あマキル、声綺麗でしょ。これにポップガードつけりゃいいんだよ。うん、ポップガードつければいい。だからコンデンサーマイクなんかいらないんだよ。集音しすぎなんだよ。だからあの金かけても無駄、はっきり言って。
そのエンコードする作業の時点で劣化しちゃうの。無理です。高級マイクの声が不評で落ち込んでた。まあまあそうなるだろうね。うん、まあダイナミックマイクは1本欲しいなとは思ってるけど、収録用に。でもまあ必要ないっちゃないね。うん、コンデンサーはね、扱い難しいのよ。超デリケートだから。だからタクがいいやつを持ってないと、そのマイクの性能を引き出せない。音響は難しいよ。マイクもね、キリがないからね。あのライブハウスやってる時に、もうケーブルとか100万かけてるライブハウスとかあんの。シールド、こういうシールド1本に。もうキリがないの、いい音出そうと思ったら。もう本当に音響は難しい。だし高いからいい音っていうのも限らないのね。電圧の問題であったりとか、その、もう理論が分かってないといけないし、その相性とかもあるのよ。ケーブルが良くてもダメとか、機材同士の相性の問題とかあるし、もうね、あの工学的っていうのかな、なんかその理系の人間がちゃんとやるぐらいの知識量がないといい音は出ない。連絡取ってないね。連絡取ってない。うん、石野はでもあのお付き合いしてる女性からリスナーさんだから、まあもうあのアカウント消しちゃったらしいよ。ふわっちもう配信者辞めたって。ケーブルで変わるよ。全然変わるよ。全然変わる。お疲れ様です。お疲れっす。ごめんなさい、突然。あ、待ってください。音が。はい。あ、全然大丈夫っすよ。音聞こえます？あ、はい、大丈夫っす。いっす、お疲れ様です。お疲れ様です。いっす、いっす。ごめんね、突然電話しちゃって。はい。あのさ、気になったんだけどさ、何今生活保護受けようとしてんの？はい、今って、あ、そうですね、受けようとしていましたね。ダメだったの？あの、そうですね、申請がもうちょっと通せないって言われましたね。え、マジで？多分通せるよ、本当に困窮してるんだったら。まあ、その、なんですかね、あの、まあ、拒否すること自体、まあ、違法じゃないですか、言ってみたら。うん、なので、うん、あの、まあ、僕がその騒ぎ立てれば、うん、一応なんとかなるとは思うんですよ。っていうかさ、申請書自体をくれなかったでしょ。申請書、あのね、うん、あのね、違うんだよ。生活保護って水際作戦で最初相談に行くと、話聞きますねって言って相談員が来て、で、言いくるめて返されちゃうのね。それ水際作戦って言うんだけど、はい、あれ自体が憲法違反なので、はは、申請書を置いていったら役所の人間それ破棄することできないから、書いていくと通るよ。ああ、なるほどですね。そうだから申請書くださいっていうか、申請、あの、相談に来たんじゃなくて申請をしに来ましたから申請書くださいっていうか、もしくは自分であの書いていって申請書を、で机の上にポンと置いて帰ってこな。あの、絶対受理されるから。なるほどですね。で、その上に2週間その待たないといけないのね。ええ。あの、役所は銀行口座とか全部調べるから。で、本当に収入がなかったら通るよ。ああ、なるほど、なるほど。うん。まあ、そうですね。まあ、なんて言えばいいのかな。うん。まあ、一回その、ダメって言われて、うん、まあ、もういいかと思って帰ってきたんですよ。うんうんうん、で、そのまあ一応そのなんていうんですかね、リスナーさんについてきてもらってやってたんですけど、うん、で家帰ってきてちょっともうどうしようもないなっていう時に配信をつけたんですよね。はい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 。そしたら結構そのなんていうんですか、相手を投げてくれる人がいて。あ、助けてくれたんだ。そうですね、助けてもらえたんですよ。はいはいはい、はい、家賃なんとかなる分ぐらい。あ、よかったね。はい、
で、うん、それでちょっともうやっぱ、配信でやっていこうかなっていう気持ちに今なってる感じですね。なるほどなるほど、オッケーオッケー、はい、もしさ、あの本当に困った時ね、本当にもうやばい、はい、首も回らんってなったら俺全然一緒についてってあげるから、はい、ああ、すみません、ありがとうございます。いや、俺、配信で頑張るっていうのはそれでいいと思うの、本人がね。リスナーさんとの問題だから、はい、エルピ君と、はい。でもさ、ほら、あの、本当に苦しいんで自殺しちゃう人とかも世の中にはいるから、うん。そうですね。そうそう、そうなったら嫌だから、せっかくのご縁だから。もし本当に困ってさ、あの、あれだったら俺、知識はあるから、生活保護に関して。はい。うん、だから困ったら連絡ちょうだいよ。あ、わかりました。ありがとうございます。うん、オッケーオッケー、安心したわ。ええ。うん、ありがとうございます。ちなみになんだけどさ、これ全く別問題なんだけど、はい、300万もらったんでしょ、塾長さんに。もうちょっとかな、500ぐらいですね。 500? トータル、はい、なんで500万もらったのに生活保護に追い詰められるぐらいの生活になったのか教えてよ。それは野獣馬根性、まあ、はい。まあほとんどビットコインですね。ビットコインで溶かしたの。そうっすね。え、じゃあ今ビットコインの資産は持ってるの？あの負けてる分、保有で。保有してた分はもうあの、11月ぐらいにほとんど全部溶けてしまったんで、ほう、もう12月分、そんぐらいの家賃分ぐらいは残ってたんで、換金して払って、もうそっから換金。ちょっと待って、500万もらったの全部ビットコインと家賃とかで全部溶けたってこと？まあ、簡単に言うと。まあほとんどそうですね。アホだなお前。アホです。もったいね。いやもう それもあってもうそうですね、そのまあ生活保護を受けるぐらいやったらもう来ると思ってたんですよ、情けなくて。いやでもでそれでもやっぱりそのついていくから。やっぱ行こうって言ってくれた人がいて、ああ一緒に頑張ろうって、そうですね。いやいやもう人生全部ネタだからさ、さらけ出したもん勝ちだよ俺ら配信者は。そうそう、もうホームレスになってもネタだし、まあ確かに確かに。そうそう、宝くじ当たったようなもんじゃん、はい、塾長さんの500万も。まあそう、うん、楽しもう、ね、一緒に。このくだらない配信人生楽しもう。わかりました。オッケーオッケー、まあ、はい、本当に困ったら連絡ちょうだいね。あ、わかりました。はい、うん、ありがとうね、ごめんね配信中に。ありがとうございます。うん、失礼します。はい。ウィス。はい。いや、すげえな。500万溶かしたんだ。すげえな。いや、すごいわ。なかなか溶かせないもんね。いや、夢はあるよね。夢はある。いや、塾長さんはそういう人が好きなんだよ。塾長さんは。いやでも夢があるよ。何にも持ってないさ、何にも持ってない一人の青年がさ500万ポンってもらえたわけだから、宝くじ当たったようなもんじゃん。最近出たシュアーベータ 57A っていうヘッドルーム広くていい。ベータか。俺ねベータの音苦手なんですよ、川間さん。あのねシュアーのゴッパチっていうのがボーカルマイクで定番中の定番なので、ギターの音を拾うのが57っていう細いマイクが定番では定番なんだけど、超単一指向性っていうマイクなの、あのベータは。でもね57の A っていうのは使ったことないけど、多分周波数帯が広いって意味でしょ。要は音域が広いってことでしょ。あのね放送には向かない周波数帯、あの周波数帯じゃない、あの音域、要は指向性の問題でしょ。広いマイクは向かない。多分ね、それはね、楽器用だと思う。多分ね。俺も調べてないから分かんないけど。でもね、あのね、その、分かってない人が多いの。マイク、耳を持ってないから。要は、単一指向性の、その、拾う息がどれくらいなのかとかをね、あの、機材を本当に理解してやってる人は少ないと思うよ。その、音、その、なんていうのかな。指向性、例えばさ、ここにマイクがあるじゃん。これ小さいから分かんないけど、今上向きになってるの分かる？マイクの向きが上を向いてるの。あー、全然違うでしょ。だから本来はこう向かって喋るべきなの。音のアタックと抜けが良くなってるの分かる？
音のアタックと抜けが良くなってるの分かる。音のアタックとここマイルドになってるでしょ。要はもわっとしてるでしょ。だから周波数帯が広いってことはこの音まで拾うのよ。後ろのざわざわって音聞こえる？空気清浄機の。これが狭くてここだけに向いてるのが向いてると思う。その拾う音域ね。これねなかなかね難しいんだけど、まあ、うん、俺は手話自体があんまり好きじゃないから、あのベータっていうのはその少し高めの音が、周波数帯の高めの音の抜けがスカンって抜けるんだけど、俺はあんまり好きじゃない。カリカリ、自分の声質が高い音だから、もっと低めのミッドローぐらいの音が強い音の方が好きだね。難しいんだよこれは、マイクの性能の話って。しかも正解がないから、まあ、俺の声質には合わないね。ベータは、ベータはいいマイクなんだけど、あの自分で使おうとは思わない。俺はね、あのなんだっけ、 MO3 っていうマイクが一番良かったんだよね。あんまり高くない9000円台のマイクなんだけど、 MO3 がすごい良かったね。アーカーゲイのマイクとかも好きだったな。 MO3 ってね、ちょっと待ってね。そう、毛羽目っていうかね、ドラムとかベースとか混ざってる時に音の声のアタックが抜けるのね。だからバンドにベータで結構ありっちゃありなんだけど、そのベータがどういう特性を持ってるのかっていうのをよく理解してない人は多い。俺が好きなのはオーディックスの MO3 っていうのは自分の声に合ってたね。これオーディックス MO3 っていうこのマイクが俺は好きだった。これをよく使ってたね、オーディックス。うん、あ、ギター品、まあ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 、声質によるかな。うん。生活保護で家賃の2年に1度の更新料、金額が上限以上になってもらえるの。上限以上はもらえない。ただ、決められた額はもらえる。うん。多分ね、生活保護で不動産物件を扱ってる生活保護だったら、そこに合わせて調整をかけてるはず。今満額もらえるように調整してるはず。普通の不動産屋だったらやってくれない。こんばんは、シューティングスターさん。あのね、生活保護専門でやってる不動産ってあるの。生活保護を専門にやってるところ、そこだったら要はあの利用者に負担かけても意味ないって分かってるから、あの国が満額引っ張れるように計算をしてくれるの。全部を調整してくれる。ちなみに更新料は出すよ、役所は。ギター弾きだったら毛羽目、多分ね抜ける音が好きなんだと思う、川間さんは。ギター弾きだったらチャキチャキしてる音っていうか、スカッキンってこうキャッて抜ける音が好きなんだ。例えばじゃあマイク講座やろうか。ちょっとやってみると、あー、オーディックス今チャイナ製なんだ、マジだ。最近わかんねえな。昔のオーディックスすごい良かったけど、あ、そうなんだ。ダメなんだ。ちょっと待ってね。今立ち上げてみるか。ちょっと待ってね。起動しないかな。デフォルト。ロードデフォルト。ダメかな。あー、ダメだ。起動しないか。あ、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 停止停止。ダメだ。抜けないな。ちょっと、まあ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 。ちょっとね、専門的なんだよね。PA は。だから、よくね、配信者でも誤解してる人がいるんだけど、一眼レフのカメラを買ったら画像が綺麗になるって思い込んでる人がいるの。ならない。絶対にならない。4K になったら画像が綺麗になると思ってるの、生放送の。ならないです。 4K がどうすごいかもよく分かってないのよ。
そういう人って厳密に言うとなるんだけど、うーん、例えばさ、今見てるカメラと、みんなが今見てるカメラの映像あるじゃん。ここにサブカメついてんのかな、サブカメついてるかな、ちょっと待ってね。ここに今映像あるじゃん。ちょっと待ってね。今それを教えてあげる。これさ、こっちの今見てる映像とこっちの映像どっちが綺麗って判断する、みんなは。これとこれどっちが綺麗、右と左どっちが綺麗だと思う、右と左、この2つの映像を見た時に、右の方がいいカメラか左の方がいいカメラか、右か左かでちょっと書いてみて、どっちの方がいいカメラに見えるか、どっちの方が高いカメラに見えるか。どう、みんなの目で見て、どっちの方が高いカメラに見える、左、うん、こっち側かな、こっちのカメラ、 こっち側のカメラ、左の方が高いカメラに見える、 こっちね、みんなはこっちが高いカメラに見える、みんなどう、左、こっちが多いね、こっちが高いカメラに見える、左、理由は、左の方が高いカメラに見える理由を書いて、今度右の方が高いカメラに見える、性能がいいカメラに見える理由書いて、向かって左、こっち、こっちかな、これかな、こっちで OK、 みんなじゃあこっちが多いってこと、これが多い、うん、合ってる、こっち側ね、この振ってる方ね、こっちの方がいいカメラ、理由はどうしてこっちの方が高く見えるか教えて、理由を書いてみて、鮮明に見える、くももんだけがこっち側のカメラがいいって言ってるね、高いカメラに見えるって。正解言うよ、正解言うよ、これ全く同じカメラなの、つまり人間の目ってこれくらいバカなんだよ、こっちとこっち同じ性能のカメラの笑うっしょ。だから結局絵作りの問題なのね、これって。多分それこっちの方が鮮明に見えるのはライトの問題なの、これの問題なの、ほらこうやってなるとまた印象変わるでしょ。だから俺は普段カメラの性能を上げるんじゃなくてライティングが問題なんだって言ってんの。そう、ライティングの方が重要なんだっていう、これ性能変わんないのよ、同じなの、全く同じカメラの、こんなもんなんだって人間の目とか判断って。だから高いカメラを判断することって素人には無理だと思った方がいい、あの本当に分かる人は分かるんだけど、いやこれ同じ性能の同じカメラじゃんっていう。そう、だからライティングで左右されるっていう、そんなもんよ、同じ同じ、そう照明、だから結局その販売員とかに騙されちゃうのはそこなんだよね。本当にそのライトは、だからライト消したらこうなるんだって。面白いでしょ。ただこれもうライティングだけなんだ。これくらい印象変わるんだよライトって。ほら、ね、電気でしょ。これがライティングっていう技術よ。照明の問題、照明の問題。じゃあ人間の判断の話で、人間の目の性能は優れてるんだよカメラよりも。だけどそれを判断する人間の問題、いいか悪いかっていうのを判断できる聞き目が持ってないとダメってこと。お疲れ様です、でんでんさん。いや眼球性能以上じゃない、じゃない、余裕で下回ってる。人間の眼球はカメラ超えられない。
眼球以上のカメラはない今市販で出回ってるものは。そうじゃなくてその俺が言ってるのは認識の問題ね。昔の場所は正面センターだね。こういう風にやってた、こっから撮ってた、うん、俺は奥行きあった方が好きだからこっちから撮る。うん、で今2カメをこっちに構えてるね。ここ2カメはこっち、2カメ使ってないけどね。2カメはこっちだね。ここの脳っていうよりもね、目利きができるが美的センスの問題。これは美的センス。でも俺はこの絵作りが好きじゃないのね。この絵作りをどう変えるかっていうと自分の好きな映像に変えるね。いやだからくっきり見えるっていうのはそういうことじゃないんだよっていうことを言いたかったんだけど、まあ案の定やっぱ分かんないなっていう。俺が好きな映像にするにはどれくらいかな。ホワイトバランス、まあこんな感じかな。もうこれは好みの良し悪しの問題なんだけど、こういう感じかな。こういう絵作りに持ってくかな。こういう絵作りに持ってくかな。俺だったらね、ちょっとその荒っぽいというか、こっち側よりもこの暗いというかパキッ、うん、こういう絵作りが俺は好き、うん、そう、何を綺麗だと思うか何をその美しいと思うか性能の問題じゃなくて絵作りの問題の方が大きいの。それが言いたかったんだよね、まさにそこ、うん、何をもって美しいとするのかっていう美的センスの問題なんだよ簡単に言うと。だからカメラの性能の良さっていうのを理解してる人っていうのは少ない。音に関してもこれが言えるっていうことを言いたかったの。だから印象だよね。どっちの方が綺麗なのか、どっちの方がいい性能なのかの、その性能の部分を本当に理解してるかどうかっていうのは曖昧だよっていう。だからカメラを高くすればいい絵が作れるっていうわけじゃないよっていう、うん、簡単に言うと人間の目よりも綺麗なものはない。人間の目に映るよりも綺麗な映像はない。認識の問題、なんて言えばいいのかな、難しいなこれは。例えばもう一、じゃあ今この映像を映してるじゃん。こっちよりも排出力にするよ。ちょっと待ってね。この絵覚えといて、今度この今見てる映像覚えといて頭の中に叩き込んでいってね。 OK、 この絵覚えといてよ。覚えといてよ、さっきの絵。こっちの方がどうなったか分かる人いる？こっちの方がどうなったか分かる人いる？
何が変わったか分かる人いる？すっごい変わってるんだよ俺からすると。とんでもないぐらい変わってんの。これ分かる人いますか？この中で。分からないかな。ちょっとね遅れてるから元に戻すね。元に戻します。これとんでもなく変わったんだけど、今の分かった人いる？今の分かった人いますか？そう、その画質の何か、もう一回この絵覚えといてよ。高画質なんだけど、高画質は何なのかなの。この絵覚えといてよ。じゃあもう一回だけ変えるね。もう一回だけ変えるね。この絵から切り替えますよ。切り替えますよ。こっちね。ちょっと待ってね。これとこれ、これ何が変わったか分かる人いますか？すっごい俺からすると変わってんの。ビットレートは変えてない。ビットレートは一緒。そうだからね、結局この理論を理解しないとカメラの性能とは何なのかを理解できないの。ビットレートは一緒、ちなみに言うと。ただ映像的に遅れてるのはちょっとで、あのいろいろあった問題なんだけど、正解、でんでんさん正解。解像度なんだけど、でんでんさんが正解。でんでんさんが正解。あのね、簡単に言うと、その、ビットレート数は変わってないんだけれども、これね、4K 画質で撮る意味なの。ね、みんなに今届けてるのって、DVD と同じぐらいの出力で届けてるの。DVD の画質ぐらい。ただ今何をやったのかっていうと、DVD の画質ってすごい低いんだけれども、中身を情報のカメラで撮ってるやつをフル HD っていう画質に変えたの。で、届いてるデータ量は一緒なんだけれども、色が深くなって、彫りが深くなったの分かった。黒がくっきりになって、光がくっきりになって、この辺がパッキリ映ったの分かった。そう、あのね、色数ではないんだけど情報量を上げたので、なんでカクカクって動いたかっていうと、ビットレートだって判断したのはちょっと惜しかったんだけど、パソコンの CPU の問題なの。これがそのカラーグレーディング、要は俺がハイスペックパソコンが欲しいって言った理由なんだけど、で 4K ってさらにすごいのよ。だからこれ今やった作業っていうのはね、何て言うんだっけな、ダウンエンコーディングっていう技術なのかな。全くみんなに届く情報量は一緒なはずなのに、カメラの画質を上げて圧縮するとすごく綺麗に見えるっていうトリックがあるの。そうだけど、それはこう、ハイスペックなパソコンが必要なのね。色の情報量が増えたの、一番認識しやすいのは。だからそのでんでんさんは感覚が正しい。解像度も上がってるんだけど、解像度の出力、みんなの携帯電話とかパソコンまでに届く解像度は変わってないから。だからね、こういう理論をわからないと、わからないと思う。今そのヌルヌル動く設定にしてるからこれが限界なんだけど、俺のパソコンのスペックが上がると、よりくっきり、より綺麗で、みんなが見たことないような映像スペックをみんなに届けることができる。そうだからパソコン欲しいって言ってんの。その映画の、映画って要はそういうことだから。うん、今ね、そのもっと排出力でやった、さらにもっとやってみようか、もっと分かりやすく、カックカクになるけど、もっとやってみるね。あのパソコンが持ってる最大スペックでやってみようか。パソコンというかカメラね、カッチカチになるけど、ちょっと見てて。あれはね、α7 っていうさらにすごいカメラだから。これすっごいカクカクしてるけど、映像はめちゃくちゃ綺麗になってるの分かる？一個一個の色、色はすごい綺麗になってるの分かる？カクカクだけど。やっぱこれだと厳しいな。ちょっと待って。カクカクすぎる。やっぱね、フル HD が限界だと思うな。これが限界だと思うな。これすっごい、やっぱさっきと映像違うでしょ。そう、光のコントラス
ットっていうのかな、わかるかな、より鮮明なのわかる、ちょっとヌルヌルはしてないけど、パソコンの処理が追いついてないから違うでしょ。これがダウンエンコーディングっていう技術なの。ただパソコンがグラフィックボードが上がっていかないとダメ、厳しい、これは放送に向かない。ちょっと、これはね、だからね、機材を高くすればいいっていう問題じゃないんだよな。これはね難しいんだよ。あのカメラの内部の設定を理解しないといけないから。でしょ、綺麗だったでしょ。そう、綺麗とは何なのかなのよ。それをずっと勉強してんの。綺麗とは何なのか。そういうこと。カーマさん、そういうこと。そういうこと。24ビットのリマスターを16ビットの CD で聞いても音がなぜ良くなるのかって。その原理。音で言うとその原理。ローと JPEG ではない。それはだから間違ってる解釈が。ローと JPEG ではない。これはダウンエンコーディングだから。要は今 JPEG の話。要は JPEG で撮った、サイズが、まあ、5メガで撮る情報量と10メガで撮ると。要は倍の情報量があるわけじゃん。JPEG で。5メガと10メガで撮ると。で、5メガで撮ったものはそのまんまにすると。で、10メガで撮った方を5メガに圧縮したら、なぜか10メガの方の圧縮した方で データ量一緒なわけじゃん。5メガも5メガだから。なのに、10メガで撮った方を5メガに圧縮した方が綺麗に見えるっていう原理があるの。知らなかったでしょ、リカオンさん。知ってた、これ。これを今、その説明をしてたの。だから、その技術なんだよっていう。だからそれを理解して初めて 4K で撮るとすごいっていう話なの。だから 4K とか 8K っていうカメラは結局みんな YouTube で見るのになぜか綺麗に見えるっていう。YouTube で見るときって大体 HD の画質で見るはずだから。その原理を理解しないと結局 4K のカメラを持ってても意味がないっていう話ね。これ難しいんだよ。3分でわかる生活法。あ、もしよかったらお茶爆よろしくお願いします。ツイキャスの皆さん、ふわっちの皆さんもアイテムでご支援していただけると嬉しいんで、お気持ちいただけると嬉しいです。これ難しいんだよね。JPEG と PNG ではない。今説明した原理は今言った通り、写真を5メガで撮る、10メガで同じ構図で撮る。その5メガが10メガだったら10メガの方が綺麗なのは理解できるでしょ。わかる？5メガの JPEG と10メガの JPEG どっちが綺麗って言ったら全員が10メガっていうの。ただ面白いことに10メガを圧縮して5メガにした時に5メガと5メガで同じデータ量、同じ構図だから同じ写真になるはずなのに、圧縮した方が綺麗になるっていう、あの技術がある。それは何を持ってるかっていうと、映像のドットの数じゃない。そこの中に入ってる色のデータ量があるの、今度。色とかコントラストとか明度とかいろんなデータ量が入ってるんだけど、だから厳密に言うと色合いだけじゃないの。この黒が持ってる黒の深さとかの問題の。バカありがとう。だからそのなんていうのか、 JPEG とか PNG だっていうファイル形式の問題ではないね。あのね、なんて言えばいいんだろうな、難しいんだよこれは。圧縮効率じゃないの、違うの。圧縮効率の話じゃなくて、絵で描くか、イラストで描く、いや言葉で説明しよう。点の塊なのよ。点点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 って点の塊なのこれ。で
640の360の4倍の情報量が HD にはあるの。だから4倍点が深くなって細かくなってて、さらに言うと色合いも深くなってるの。その光の加減とか、要は規格が上がると情報量が多くなる。だけどそれを圧縮した時に、そのまんまで撮ってる方よりもこっちの方が情報量が多いんだけど、より詰まるっていうのかな、不思議なんだよこれは。なんでこれが起こるのかっていうのもちょっと厳密にはね、あのカメラマジックとかしか言いようがないんだけど、要はいいカメラで圧縮した方がいい映像が撮れるっていうのはもうセオリーの。で、圧縮の効率の問題ではない。だから実は 4K カメラの今の使われ方って 4K を 4K で出力してないの。 4K を素材として撮って、HD に落とす、フル HD に落とすっていう、あのね、要はね、全く同じキャンパスサイズなんだけど絵の具の数が4倍ぐらいになるって感じかな。だから4倍絵の具の数が増えてる状態で描いてるから、ギューって詰めてるから、うん、あ、OKOK、いい絵があった。このサイズで撮る写真と全く同じ構図でこれくらいのサイズ、4倍のサイズで描くとするんじゃん。その4倍の絵をギューってやってこういう風に同じサイズにした時にこっちの方が綺麗に見えるっていう。それは何でかっていうと、もともとでかい絵を圧縮、要は縮めてってるだけだから色合いが深いのよ。だからデータ量は全く同じなのに運転の差が出るっていう感じかな、それはさ、画家とかがでっかい絵で描いてそれを写真集とかでパッて見た時に分かるじゃん。同じサイズに、いや小さい絵を引き伸ばしていけばいくほど粗さが目立つでしょ、筆の走りとか。でっかい絵を遠くから見て同じぐらいのこんくらいで見た時にすごい綺麗だなって思うのと一緒。でっかい絵を遠くから見てこれくらいのサイズで見た時に綺麗な絵だなって思うのと一緒。逆にこの絵をぐーって引き伸ばしていくと筆の走りとか粗さとかひび割れてんのとか見えるでしょ。その差に近いかもしれない、そう、絵で渡す。こういうところで勝負してんの、綺麗な絵を撮るっていうのに。点数で言ったら一緒なの。これはリカオンさんね、点数で言ったら情報量が一緒だから一緒なの。だから意味がわからないってなると思うの。多分ね、これはねちょっと難しいのよ原理が。でも明らかに違いはわかるでしょ。今見てる絵ともう一回やるね、もう一回だけやるけど、今この絵覚えてね、この絵が悪い方、この絵が悪い方で、この絵が今言った圧縮をやるよ。このでっかい絵があるでしょ、でっかい絵を圧縮していくよ。これが圧縮ってことね、ギューって圧縮するよ。これ全く同じビットレート数なの。綺麗でしょ、綺麗でしょ。明らかに違うでしょ。でもみんなの届いてるデータ量は一緒なんだよ。わかる、もう全然違うじゃん。これ4倍出力高い状態の、違くない？違うでしょ。これが違いが分かんなかったらもう分かんない。それはもう目の問題だから、かなり綺麗でしょ。でもみんなのところに届いてるデータ量は一緒なの。誕生日ケーキありがとう。だからさ、まあまあ 4K で撮ったやつ見ようか。これが 8K 画質、これが 8K、 これさらに綺麗に見えるはずなの。これが 8K だよ。 8K をみんなのところに落としてるから DVD ぐらいの規格に落としてんの、かなり綺麗に見えるはず。これが 8K 元素材は
PC だとよくわかるね。そう、データ量が変わらないのになんで情報がいいんだっていうことになるでしょ。それは元々のカメラの性能がスペックが安定的に出すための要はオーバー目に書いてるってこと。綺麗でしょ実際。こういうことが起こるっていう。ぼやけた感じになるよね。これでも普段はみんな綺麗綺麗って言ってるはずなんだよ。ワドの配信綺麗って言ってるはずなのね。そういうこと、そういうこと、大きく取って小さくしてる。だから小さくした時のデータ量は一緒ってことね。そういうこと、リカオンさん。でもデータ量が一緒だから同じ絵になるはず、同じ綺麗さになるはずなのに、なぜか圧縮してる方が綺麗になるって話。っていう原理を理解しない限り 4K カメラを使う意味がないっていう話ね。なんでかっていうと、みんなの携帯電話では 4K 見れないから、要は通信速度が遅すぎるから、比較するとよくわかる。だから今度劣化させるとわかるよ。簡単な原理でこうやってやるとスティッカーも思い出すはずなの、みんな。モザイクじゃんって。お前、アイモードかっていうね。アイモードの。逆に俺、これでやろうかな、もう。和藤さん、画質荒いんですって。いやいやいや、画質荒くないよ、つって。モザイクになってます、つって。まあ、これも、まあ一緒だよね。スティッカムかお前はっていうね。スティッカムっぽくもっとする。軽いな、サクサク、動きの方は滑らかだよ。動きの方をもっとあのスティッカムに寄せようか。これくらいかな、これくらいじゃない、もっとだな。スティッカムほんとひどいな。ちょっと待って、スティッカムっぽくするから多分これくらいじゃないかな、これくらいじゃない、これくらい。これっぽいよね、スティッカムっぽいでしょ、こんな感じかな、そうそうそう、まあ簡単に言うとこれかな、そうそうそう。だからそういういいカメラを持ったとしてもこの原理を理解しない限り使いこなせないよってことね、簡単に言うと。ガラケーのエロ動画だよね。そう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 。で、今度は、これに対して、今度動きは追いついてないでしょ。動画の場合は、これに滑らかさが来るのよ。で、滑らかにどうやってやるのかっていう話ね。それはこれ。これで滑らかになるから。よいしょ。だから、その映像っていうのがいかに難しいかだよね、簡単に言ったら。汚い方を見た後だとこれがすごいクオリティ高く見えるでしょ。だから人間の目っていうのはそれくらいその認識ができない。和服評論家配信、あの和服ね、かっこいいよね。だから映画の世界なんかこれをとことんまで追求してる世界だからね。そのなんだろう、極限まで追い込んでさ、極限まで綺麗とは何なのかを追求してる世界だから、便所さんの配信は分かってない。
俺はだから実は遠回しに便所さんディスをしてたんだけど、違う、便所さんのは綺麗にできてない、あれはコンバーターっていうのを中に間にかませてやってるんだけど、本当はもっと綺麗に撮れる、多分便所さんは分かってない、要は高画質っぽいものに見える何かを作ってるの、もっとできるよ、もっとできるの。だから そこを今実は便所さん遠回しに俺は便所さんの批判をしてたんだけど、でも便所さんのところ綺麗って見えるのは分かるの、原理として、でも実は綺麗じゃないの、綺麗に見えてる何かなのあれは、そうなの。だから逆に綺麗って思っていいんだよリスナーさんは、だけど厳密に言うとあれは綺麗じゃない。もっと言うなら俺のこの配信見てほしいの、あの多分配信会で一番高画質だった配信だと思うの、配信史上。それはなぜかっていうと、そのプロのクリエイターさんがその本当の機材200万するカメラで撮った配信をやったことがあるのね。 YouTube にこれ見てほしいんだけど、俺の YouTube あんじゃん、でここに特殊メイクって配信あんの、ここ、これをクリックするとどうなるのか今見せるね、ちょっと待ってね、これくらい綺麗になる、多分便所さんの放送よりもめちゃくちゃ綺麗に映ってるはずなの、えぐっていうぐらい綺麗に撮ってる、ちょっと待ってね、これは多分配信会で一番綺麗なんじゃない、ちょっと待って今そのシーンやるけど、ちょっと待ってね、すごいでしょ、綺麗さわかる、便所さんのところよりも綺麗でしょ、なんでかっていうとヒゲのここの頬ヒゲとかまで全部映ってるのわかる、これが本当の排出力、プロが本気で配信やるとこのレベルになる、全然違うでしょ、わかる違い、本当の高画質はここ、これが本当の高画質、うん、これはその映画の特殊メイクを体感するっていうやつでやったんだけど、違うでしょ、みんなが見たことないぐらいの色合いとか色彩とかになると思う、これ別に陰口なんか言ってないもん、本人に言えること言ってるもん、実際俺の方がうまいもん、カメラに関しては間違いなく便所さんより俺の方がうまいもん、YouTube で直接見るとさらに綺麗だね、毛穴まで見えるよ、全然余裕で見える、怒られてはないでしょ別に、だって俺の方が実際カメラうめえんだから、うまい人がうまいって何言って何が悪いんだよな、陰口でも何でもないよ、絶対俺の方がうまいもんカメラ、めちゃくちゃ綺麗だったよね、これ大久保の、大久保には住んでないよ俺は、北新宿だよ俺が住んでたのは、バガーありがとう、アイテムありがとう、あ全然全然全然、そうそう、リスペクトしてるよ、俺は陰口とか叩かないから、
本人に言えることしか放送で言わないから。おい、コキンちゃんいつもありがとう、ワタツ。アイテムありがとう。写真撮り行くか。カメラやり行くか。動画か写真撮り行こう。
目利きができねえ人間がとやかく言ってんじゃねえよ。わかんねえやつほど口出すんだよ。お前が言ってんのはコマーシャルアートの原理じゃないかよ。なんか芸術でも何でもねえ。わかんねえんだから口出すんじゃねえよ、ほんとに。商業ベースの写真と芸術ベースの写真で比べられてたまったもんじゃねえ。やってることが違うんだよ、こっちは。ふざけんじゃねえよマジで。他行け。わかんねえやつが一丁見してくんじゃねえよ。最悪指紋ついた。もう一回やれよ。だからそれが分かんねえガキなんだろうって。
かんねえやつはわかんねえんだから。便所さんすげえ、便所さんすげえって言ってりゃいいじゃん。便所の枠行けよ、めんどくせえ。便所さんの写真すげえって言ってりゃいいじゃん。ホワイトバランス狂ってんだよ。誰がどう見てもカメラやってるやつがしたら人物がオレンジとお前オレンジ色に染まってんじゃねえか。誰が見てもわかんない、あんなのバカだろ本当。俺アルファ、ソニーついにミラーレスの 国内の売り上げ、ミラーレスが勝ってるからね。いい時にカメラ始めたよ。じゃあ写真撮りに行くか。じゃあ皆さん最後にアイテムいただけると嬉しいです。次はですね、写真を撮りに行きます。外配信です。皆さん残り3分で、もしよかったらアイテムください。よろしくお願いします。それじゃあ次枠行きます。お疲れ様です。ありがとうございました。Stand by me.